X-1、ベル X-1 はアメリカの有人実験機で世界で初めて水平飛行で音速を突破した有人航空機、ロケット機である。第二次世界大戦の影響もあり、1930年代から1940年代にかけてレシプロエンジンは急激に進化し、それに伴い航空機の速度も右肩上がりに増加していった。 しかし航空機の速度が時速 700km を超えるあたりになると、プロペラの先端や翼上面の空気流が音速、マッハ一に近づき、衝撃波が発生して空気の性質が激しく変化するようになる。効力が急増するとともに、機体が異常な振動、バフェッティングを起こし、場合によっては操縦不能、空中分解ということもあった。これが、いわゆる音の壁である。 レシプロエンジンの場合これがスピードの限界であり音速飛行は夢の話であった。しかし1940年代になると各国でジェットエンジンが開発されたことにより音速飛行は現実味を帯びてきた。アメリカのベル社は1942年にアメリカ発のジェット戦闘機 XP-59 を開発し1943年には中 NASA の前進に対して強力なジェットエンジンさえあれば超音速機を製作することは可能と表明していた。しかし、超音速飛行が可能とは言われていたが、第二次大戦の影響で肝心の研究予算がなかなか降りず、陸軍航空大使財部から研究予算が降りたのは1944年1月になってからであった。これに合わせるようになは、 高速飛行審議会を設立した。1944年3月には、中と陸軍航空隊ライトフィールドの資材司令部技術部、海軍航空局の3社が今後の方針について検討を行った。その席で陸軍は今すぐにでもマッハ1を超える航空機の開発を要求。一方海軍はデータを取りながら慎重に開発を進める安全策を主張した。 その結果、陸軍と海軍は、それぞれ別個に超音速機の開発を中と協力して行っていくこととなった。陸軍は5月に超音速実験機計画を最優先に指定し、イカダイブによる1000音速飛行、PE-80 による1000音速飛行という三段構えで計画を進めていくこととした。機体開発メーカーは、 ノースアメリカン社とリパブリック社の2社が候補として上がっていたが、この2社は超音速機の開発を行う余裕はなかった。こうした中、11月にベル社の主任設計技師、ロバート・ウッズは、この計画の重要人物であったイーズラ・コッチャー、少佐に直接機体の製作を申し出て、契約を取り付けた。その後高速飛行審議会と、 航空技術補給本部のコッチャー・ショーサとベル社は協議を重ね、1944年末には高速実験機計画 MX-524 の主な使用を決定した。MX-524 の当初の目標は、専音速の研究で超音速飛行も視野に入れておくというもので、自力での離着陸を行えるなどの条件が含まれていた。しかしエンジンについて、 ロケットエンジンに比べ非力だが燃焼時間の長いジェットエンジンにするかジェットエンジンに比べ強力だが燃焼時間の短いロケットエンジンにするかは決まって怒った。胴体の形状は当時存在した超音速飛翔体である 12.7mm 弾の形状をモデルとしこれに翼をつけたような形状となっていた。そのため風貌も胴体と一体になっており 視界は決していいものではなかった。その後 MX-524 は名称を MX-653 に変更し、1945年には XS-1 と名称が決定、3期の製造契約が正式にベル社と航空技術補給本部の間で結ばれた。それと同時にこの計画全体が機密扱いに指定された。 XS-1 のエンジンは揉めに揉めた末、ロケットエンジンに決定し、リアクションモーターズ社が開発中だった XLR-11 を使用することとなった。このロケットエンジンの推進剤は従来使用されていた、硝酸とアニリンに比べ安全性に優れる液体酸素とアルコールの組み合わせとなっていた。しかしこのエンジンは膨大な燃料を消費するため、自力での離陸を諦め、 D で剣下して上空からの発進へと方針が転換された。XS-1 に搭載された XLR-11 エンジンの正式名称は XLR-11RM-3 で1機あたりの推力は 680KGFXS-1 にはこれが4機装備されたエンジンは推力の調整ができずオンかオフの2通りしかないが 4機のエンジンのオンとオフを調節することによって4段階の調節は可能である。燃料搭載量は液体酸素が1177リットル、アルコールが1110リットルとなっており、それぞれ主脚の前方と後方のタンクに装備されていた。機体強度は 18G まで耐えられるという過剰なまでの強度を持ち合わせていた。これは音速に入ると機体が どのような挙動を起こすか、全く検討もつかなかったためである。なお、XS-1 には、射出座席などの脱出装置は、装備されていなかった。XS-1 の主翼平面形状は、超音速飛行に適する交代翼ではなく、直線翼であった。これは、中が、交代翼の利点を知らなかったためではなく、当時まだ実績のなかった交代翼の使用を、 ためらったため出る。アスペクト比、翼服の事情を主翼面積で割った値。細長さを示すは6.03とされた。翼圧については結論が出ず、1号機と2号機で別のタイプの主翼をつけることに決定した。主翼は強度を持たせるために一枚板からの削り出しで作られた。膠着装置は当初ソリなども検討されたが、結局普通の車輪に落ち着いた。 しかし機内スペースの問題から、降着足は非常に短い。また、大きな高加速度とも相まって、降着装置が故障する事故も、しょうからず発生している。1946年1月25日に、XS-1 は、エンジンと燃料タンクの代わりの重りを積んでの初の、滑空試験を行い、操縦性や、失速特性のテスト後、 パインキャッスル飛行場に着陸した。その後10回の滑空試験が行われたが、4回目の試験時に左出脚が引っ込み最悪を破損。修理した後の5回目の試験でも前足が故障式種を破損するという2度の事故に見舞われた。滑空試験が終わった後1号機はニューヨークの工場に戻り、エンジンなどの装備が行われた。動力飛行の試験は、 カリフォルニア州ミューロックイヌイコのミューロック陸軍飛行場ゲイドワーズ空軍基地において XS-1 の2号機で行われることとなった。XLR-11 の点火は1946年の12月9日の通算15回目、2号機で5回目の飛行で初めて実施され、2機のエンジンでマッハ0.75、後にマッハ0.795と判明まで加速し、 1947年1月17日には4機のエンジンすべてに点火して、マッハ0.828を記録した。同年4月11日には、翼厚比の小さい主翼を装備した1号機の動力飛行が行われた。ベル社は、当初からマッハ0.8まで安全に操縦できる、航空機の開発を求められていたが、これで要求は満たされ、安全性も証明されたため、 XS-1 は通算三十七回目の試験をもってベルシャから中と航空財本部、旧航空技術補給本部へ正式に譲渡された。XS-1 は中と航空資材本部に渡った後に実験の進め方について協議が行われた。中はデータを積み重ねながら音速に近づくべきとし、航空資材本部は一気に音速突破してしまおうと主張し、 結果、航空資材本部が、XS-1 の1号機を使用して、中が XS-1 の2号機を使用して、それぞれ別々に試験を行っていくことになった。航空資材本部は、テストパイロットの中から志願者を募り、その中からチャックイエーガー隊員を抜擢、その他に技術面の補佐として、ジャックリドレー隊員、予備のパイロットとして、ロバート・フーバー中尉を選定した。 一方中のパイロットは、ハーバート・フーバーとハワード・リリーの2名に決定した。また中で使用される2号機は、耐火装備の回収が施され、新型の燃料投棄装置などが装備された。航空資材本部は8月6日から、滑空テストを開始し、8月29日には、イエーガーによる初の動力飛行で、マッハ0.85を記録した。 2回目の動力飛行試験は送信装置の故障から地上へのデータ送信ができなったが、後に機内の景気ではマッハ0.9を超えていたことが判明した。XS-1 の試験は中と航空資材本部が別々に行っているのに対し、母機仕様に改造された B-29 は1機しかなかった。そのため中の試験は9月25日まで実施できず、テストパイロットは XS-1 での飛行経験がなかったため、結局中の飛行試験もイエーガーが行った。10月に入って、航空資材本部は本格的に音の壁に挑戦していくこととなる。10月10日には過去最高のマッハ0.997を記録。次回の飛行で音速を超えることを決定する。1947年10月14日、通算50回目の飛行で、 イエーガーが登場する XS-1 は、高度6、100メートルで母機から切り離され、2機のエンジンに転化して、環状省に移行こう。続いて、残りの2機にも転化し、高度10、670メートルを、マッハ0.92で通過した。高度12、800メートルに到達する前に、エンジン2機をオフにして、水平飛行に移り、その後再びエンジンを1機オンにして、 計算機で水平飛行を行った。その結果マッハ1.06を記録、人類初の有人超音速飛行となった。音速突破時には予想されていた衝撃波による振動もほとんどなく、意外なほどにあっさりと音速を超えてしまったという。この時イエーガーが気につけた愛称はグラマラスグレニス。グレニスは彼の妻の名前。イエーガーは 音速突破を行うに日前の12日の夜間に乗馬していたところ落馬しや腹骨を骨折していた。イエーガーは当日痛む幹部を隠しながら XS-1 に登場しようとしたが XS-1 の登場口を閉めるには前鏡になる必要があり骨折している身には困難なことであった。しかしそのことが周りに知れれば テストパイロットから降ろされることは明らかであったため、イエーガーは、リドレー単位にのみ事実を伝え、どうすればいいか相談をした。リドレーは、モップの柄によって登場口を閉めることを提案し、無事イエーガーは、XS-1 の登場口を閉めることができた。このエピソードは、映画、ライトスタッフにも描かれている。その後イエーガーは11月6日には、マッハ1.36。 1948年3月26日には、マッハイテン4号の XS-1 での最高速度を記録した。中が使用していた2号機も1948年3月10日に音速を突破した。しかしながら音速突破の事実はしばらくの間公表されず、一般に知れ渡るのは1947年12月にニューヨークタイムズなどが特種として発表した時であった。 しかしこの後も空軍1947年9月18日に陸軍から独立はノーコメントとし実際に事実が公表されたのは1948年6月15日になってからであった。XS-1 は1948年に X-1 に名称を変更された。音速を突破すると基本目標は音速飛行から 最高高度27,430メートル、マッハニエへと切り替えられ、それに合わせ1948年4月に空軍が新型の X-1 を発注した。新たに発注された X-1 は、基本構造は同じものの目的により、名称が異なり、X-1AX-1BX-1CX-1D の4種類が開発された。 X-1A と X-1B は空力特性テスト、X-1C は超音速域における武装テスト、X-1D は空気加熱テストに使用されることになっていた。これらの機は胴体を延長されており、燃料搭載量が液体酸素1893リットル、アルコール2158リットルへと増量されていた。一方、 中では X-1 の2号機を回収し、超筒バサのテストに使用される X-1E も開発された。発信母機は B-29 から B-50 へと変更された。X-1A は新型 X-1 シリーズ最速の機体である。1953年2月14日に滑空試験を実施、2月21日には、 動力飛行を実施した。X-1A は、マッハ2を目指すことができる、唯一の空軍機として期待され、その期待通り12月2日には、マッハ1.5、8日には、マッハ1.2を記録。同月12日には、マッハ2 4 4を記録し、海軍の D-558 から2が記録した、マッハ2.005の記録を塗り替えた。 この X-1 シリーズでの最高速記録を出したのも着衣ーガーである。なお、X-1 映画、マッハ2.244を記録した直後機体は、ロールカップリング現象により左に傾き、そのまま切り揉み状態で落下を始め、あわや墜落かという状態になったが、高度8800メートルあたりで機体を立て直すことに成功し、墜落は免れた。 マッハ2を突破すると、今度は、速度記録ではなく高度記録に挑戦し、1954年8月に27,566メートルを記録、海軍が持つ25,370メートルの記録を、抜き世界記録を樹立した、ただし、非公式。その後 X-1A は、中に移管され、射出座席などを装備する改造を受けたが、1955年8月の、 飛行で切り離し直後に液体酸素が爆発したため機体は投棄された。X-1B は新型 X-1 シリーズの新規製造組の中で最も完成が遅く、1954年9月に初の滑空試験を10月に初の動力飛行を実施した。空軍の超音速テストパイロットの訓練用として使用される予定であったが、 1954年12月に中へ移管され、空力加熱などの実験に使用されることとなった。X-1B は、ニール・アームストロングが登場した1958年1月の飛行の後、検査の結果液体酸素タンクに亀裂が見つかったため、体液となり、現在では国立アメリカ空軍博物館に展示されている。 X-1C は超音速飛行時における武器、発射テストを目的に開発が行われた。しかし発注後間もなく、モックアップの段階において XP-86、戦闘機が観光下で音速を突破し、試験目的が失われたために、キャンセルされた。計画では、機種などに固定武装をいくつか装備し、主翼と胴体下に安定フィンを追加した形状となっていた。 X-1D は新型 X-1 シリーズの中で最も早く登場した機体で機体番号は48から1386燃料系統などに改良が加えられていた10日後期は B-50 となっている1951年7月24日にロジャーカンコで初の滑空試験を実施したしかしこの試験の着陸時に前足を破損 その後修理され、同年8月に初のロケット動力飛行を行ったが、今度は切り離し前に高圧秩タンクの圧力が低下していることが判明。テストは中断され、燃料の投機が始められたところで液体酸素が爆発したため破棄された。X-1E は他の新型 X-1 シリーズと異なり、XS-1 の2号機から回収された機体である。 1951年末から改修が開始され1955年11月末に完成した。主翼を翼圧比4%の超薄翼に形状変更し、コクピットからの前方視界の改善、射出座席の装備などがなされた。エンジンは XLR11 の改良型である LR8、RM-5 に変えられ、X-1A と X-1D の爆発事故の経験から安全性は徹底的に見直された。初の滑空試験は1955年12月12日に行われ、その3日後の15日に初の動力飛行が行われた。X-1E は当初マッハ2.5を目標としていたが後に、マッハ3に目標変更され安定性を増すためのフィンを装備するなど、 隠し改良が行われ、燃料も新燃料にしてテストが行われたが、テストの結果燃料タンクに亀裂が発見されたため、マッハ3で飛行することなく、退役となってしまった。現在では、エドワーズ空軍基地にある NASA のドライデン、飛行研究センターに展示されている。スミソニアン博物館の国立航空宇宙博物館に展示されている。 この他にも X-1 のロケットエンジンの実物が大阪弁天町の交通科学博物館に展示されていた。同館の閉館後は静岡理工科大学の静岡航空資料館に展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。